山田です。虫イベント、こちらの方のね、動画撮らなきゃなということで、まあ、ギラティナの周りだからね、虫イベントの方も今、まあ、普通に参加してるんですけれども、ぼやっと思ってること一つ、レイド虫黄色が全然出てない今日からですね、まあ、虫タイプのイベントということでね、まあ、まずは色違いのストライクが実装されたりだとか、まあ、もちろん進化後のハッサムもですけども、あとは、野生の、虫タイプの出現率が大幅アップだとか、あとはレイドバトルの入れ替えだとかね、こういったものが、行われましたということでですね、まあ、僕はですね、今回追加になったレイドの中のね、星4の中にですね、テッカリン追加だったんですよ今回。多分この1週間だけです。はい、テカリンですね、今の入手することがですね、以前あの土にをゲットした方とかだったらできるんですけども、もう無理な状況になってたんですよね。その時の入手機会を逃したらもう今ハイムリーズが埋められないみたいな、そんな状況になっていたテカリン、まあ、タスクの方でさらに今回土にも来ているので、この2つをですね、サクサクっと取れるような状態になっていたんですよ。まあ、という感じでテッカニンのね、レイドやっぱやりたいなと思ってね、探しているんだけど、待てど暮らせど出ないと。うん、代わりにですね、なんだこれは、ギラピナお前どんだけ出んねんと。今またね、上野の方に戻ってきて、撮ってるんで、上野がもしかしたら偏ってるだけ説ありますけど、どうしようかなという感じですね。まあ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 、別にテカニンこのロケ中に撮れなくてもまあいいんですけど、とにかくですね、今回の虫イベいろいろ紹介していきましょう。これの1個前に出した動画の中でも実はやっているんですが、よいしょ、はい、虫タイプのポケモン10匹捕まえるのこのタスクは今回非常に、大事です。どういうことかというと、このタスクがですね、ストライクなんですね。ストライクなんです、はい。なので、今回ストライクの色違い狙うんだったら、このタスクはマジでガンガンこなした方がいいです。というのは野生で今日、まあ、朝からずっと僕ね回ってますけど、野生でのストライクは全然見てないんですよ今日。これで、10匹になりました。ちょっと進めていきましょうね。どうだ、色違いだといいなぁ。そううまくはいきません。残念ですね。じゃああと7匹ぐらい捕まえると、さらにね虫タイプのタスク、こなせるので、ちょっとそれもやっていきましょうか。下ケムスト2匹、まあ今いないけど、まあ一応持っとくか。はい、じゃあちょっと目の前のこの3匹全部虫捕まえますよ。はい、じゃああと3匹ちょっとどっかで捕まえていきましょう。はい、これまたストライクのタスクです。どうだー、ちょっとちょっと、普通の色でございます。残念です。黄色の卵やっぱ出ないな、鉄火には無理ですね。まあなんか期間中にね1回ぐらい挑戦できたらいいなって思うんですけどね。今回ねちょっとタスク、虫タイプのタスク結構出てます。こんな感じですね。上から2番目はね、さっきも紹介したストライクのタスクなんですが、一番上、まあケムッソ2匹捕まえる、で一番下がレディバカイトマルを5匹捕まえる、って感じになってるんですね。1個だけ言いたいことがあって、虫タイプの出現率上がってはいるんですが、天気ブーストのね効果がめちゃめちゃ反映されるんですよ。この周囲がですね、こんな感じ、はい、時々曇りなんで、岩と、ノーマル、効果がすごい上がってます。ニアバイ見ると、はい、虫タイプが3匹かな。特定のこの虫捕まえてこい的なタスクをこなしにくい。ちょっとむずいんだよ。普段だったらめちゃめちゃね、特定のタイプの出現率大幅アップって言ってガチで上がるんですよ。で、天気ブーストとかも効果もあるけれども、まあそんな苦労しないよ、そのタイプをゲットするのはっていうような、そういう状態になるんですが、今回はですね、わりかしブーストの方に吸われちゃってる。虫タイプの恩恵をねマジで感じにくい。いや、感じてはいるが、普段よりも、普段の他のイベントよりも感じにくい、そんな状況にぶっちゃけなっちゃってるなーっていうのが思います。一応タスクの中身ね、今、まあ、タスクちょっと見たんで、何で何が出るのか紹介しましょうか。まず1つ目、虫タイプ3匹進化させる、これで土人ですね。はい、これはまあ結構簡単、何でもいいんで、どの虫タイプでもいいんでね。続きまして、虫タイプを10匹捕まえるでストライク、はい、まあこれが今回の最重要タスクかなと思います。続きまして、キメストを2匹捕まえる、これがキャタピーですね。はい、今僕ボってやつですね。で、レディバカイトマルを5匹捕まえるでヤンヤンマですね。はい、あとは虫タイプのポケモン15匹捕まえると星の砂1500か、っていうのもあったりします。レディはイトマル5匹がまあまあ苦労する割に、中身ヤンヤンマって、まあまあメガヤンマ用のね厳選がしたいって方のためだとはもちろん思うんですけども、あとは単純に持ってない、あんまり飴がないよって方からするとすごい美味しいんですけども、その苦労と蓋を開けて見た時のそのポケモンのレア度の釣り合いが取れてないような印象は正直ありますね。今日初日やって僕思ったのは、ギラティナオリジンやりながら虫タイプの10匹捕まえるタスクを入手できたら、あ、じゃあそれ
ストライクのためにその辺の虫も探そうみたいな、ゲットしようみたいな、そんな感じになるんじゃないか。よいしょ、どう、お、いいね、エクセレント。これで虫10匹になりました。ストライクさん、色は普通でございます。はい、銀座の方に移動してきました。でもさっきあの上野とか御徒町、秋葉原、あの辺行ったんですけど、やっぱ中でテッカニンちょっと見たい気分があって、ヒーローのそもそもの星4がなかったので、まあ、タイミングの悪さがもしかしたらあるかもしれないんですけど、ということで銀座の方来てみたんですが、銀座のレイド今こんな感じです。よいしょっと。はい、黒玉は出てるんですが、黄色の卵が星3止まりですね。下にもあるんですが星3止まり。いやー、タイミングが悪いな。全然出てきてくれないじゃないか。うん、一旦撤収しようかな。はい、じゃあゲームズのスタジオの方で、虫イベントについて少しまとめていこうと思います。すげーこと起きたよ。今六本木ヒルズ来たんですよ。で、オフィス入る直前にね、この周囲どんな感じでポケモン湧いてるかな、レイド出てるかなと思って見たらですね、テッカにいた。びっくりした。いやー、ありがてえ。ということで、テッカにちょっと実際やってみようか。ちょっと待って、パーティー何がいいんだろう。岩、あ、打ち落とすか。なるほどね。ドサイドンとかちょっと一応入れてみようか。おお、人増えたわ。あ、じゃあ大丈夫だ。まあ別にね、今回タスクで土人をいっぱい集めてきてそれでやるってのも全然ありなんですけども、いや、やりたいじゃんそりゃさ。とりあえずやってみましょう。4人で挑戦します。ゲットチャレンジやっていきましょう。動くな、めんどくさいタイプだなこれ。ちょっと待って、あー動くね。真ん中戻ってきて、よいしょ。あ、いや下がるなお前、ずいぶん動くな。え、ちょっと待って、ちょどうする、どうする、これ。あ、威嚇か。はい、あ、オッケーオッケー。はい、1回目、はい、2回目、はい、下がる、よーし、オッケー。何発か普通に外したけど、エクセレントちゃんと決めることができてよかったです。はい、テッカリンゲットだぜー。寒い寒い寒い。個人的にやりたかったことが完了したんで、言ってた通りちょっとまとめに行きましょう。スタジオで情報まとめましょう。はい、スタジオ来ました。いや、とりあえずテッカリンで、ね、取れてよかったです。まあ今回でもね、やっぱり注目されてるのが、ストライクとテッカリン、この2つがね、まあちょっとおっみたいな感じになってるんですけども、それ以外のね部分もね、まあ一応まとめてお話ししていこうと思います。まずは、レイドバトルちょっと見ていきましょう。はい、本日から出ているレイドバトル、ちょっとねざっと一覧になっているの見ていきましょう。まずは黒玉号は、おなじみギラティナ、今日から出てきているオリジンフォルムでございます。はい、そしてですね、黄色の、星4卵、中身が今4種類ですね。アローラ、ガラガラ、バンギラス、テッカリン、アブソルという感じですね。はい、戻っちゃいましたね。カイリュウが出てたとか、はい、なんかねちょっと中身変わったやんけっていう風になっててね、バンギラスが久しぶりにいない状態だったのかな、確かね、うん、だったのが、まあ、普通に戻っちゃいましたよと。その代わりテッカリンがね、こうイレギュラーな感じで、今回入ってきました。さっき挑戦したやつです。はい、ただまあ別にテッカリン自体ね、そんな強いポケモンってわけでもございませんので、まあソロクリアとかがもしかしたらできるのかな、どうなんだろうなっていうぐらいの具合かな、なんて思いました。はい、あとは、虫系がね、下見てもちょっと増えてます。星3レイド、ストライク、カイロス、ツボツボ、はい、この辺が入れ替わりましたね。ストライクは色違い、狙いたいところではあります。レイドバトルの進化前のポケモンだったらね、色違いゲットチャレンジの時に出てくる可能性ございますので、それで言うとカイロスも一応出ますね。うん、ただカイロスの色違いは台湾のイベントかの連動で出てきたので、比較的記憶に新しいのかなと、はい、いうふうに思います。なので持ってるって方もね結構いるのかななんて思いますが、ただまあ持っていないと、カイロスパイセン、これの色違い欲しいっていう方は、こっちで狙ってもいいかもしれません。ただ野生でも一応出ますからね。で、ツボツボ、そう、ツボツボ、全然これは今回はね、そのレア度とかの話で言うと微妙なんですけども、ツボツボレイドが鬼硬すぎて、クリアできません。昔やりましたね。ソロレイドをね、ツボツボやれるだろう、星さんだからいけんだろうと思ってやってみるが無理っていうような、そんなのを出しました。はい。伝説よりも強えみたいな、伝説よりも勝てんじゃないかみたいな、そんな感じになってましたね。そしてピンクの、ところ見ていきましょう。虫だと、クヌギ玉、アメモース、ミツハニー。はい。レアなのはこれミツハニーですね。んで、ミツハニーなんですけど、一時期ですね、オスとメス両方ともね、ポケモン GO の方にこう実装されたんですが、なぜか初期だけ、両方出るようになってて、その後はメスのみになっていたのかな、っていう状態なんですが、オスの発見報告普通に戻ってきましたね。ということで今回このね、レイドの方でミツハニーのオスを探すっていうのは、まあ別にありかななんて思ってます。はい。あと、クヌギ玉もね、すでに色違い実装されているんで、星2レイドは、アメモース以外は色違いが全部
全部いる状態になっています。あ、ナッシーがいるか。ナッシーは色違いませんね。はい。それじゃあ最後、ピンクのレイドの星1。キャタピー、コロボウシ、コリンク、スコルピーになってます。キャタピー。キャタピーの色違いはね、まあ、いますが、レイド、まあ、レイドパスがね、めちゃめちゃ、余ってるよって方だったらやっちゃってもいいのかもしれません。その色違い厳選のためにね。なんか、レイドバトルの方が確率高いんじゃないかみたいなことは昔から言われていますからね。まあ、でも、統計取ってるわけじゃないですよね。野生のタップでの色違い発生報告と、レイドバトルでの発見報告、比較したっていうデータはちょっと僕見たことがないので、まあ、実際かどうかわかりません。ただ、まあ、一応ね、やってみるのはありかなと思いますが、まあ、その、進化後のね、強さっていうところの全部のその、なんてバランスを見ると、おすすめは別にしないぐらいの感じですかね。まあ、コリンクはね、全然ありだと思いますけども。みたいな感じで今回の虫イベントに対応してレイドバトル入れ替わっておりますので、まあ、気になるポケモンがいれば、皆様挑戦してみてください。はい。これは毎度のお話なんですが、今回ね、まあ、タスクで何々を捕まえる系とか、何々を進化させるってタスクがあるんですよね。まあ、言ってしまえば、土人の虫タイプを3匹進化させる。もしくはストライクの虫タイプを10匹捕まえる。こういったタスクはですね、一つではなくて2つとか所持している状態でやる方が効率はいいです。どういうことかというと、じゃあ、例えば虫タイプを3匹進化させるってタスクを2つ持ってる状態だったならば、3匹進化させれば2つこなせるわけですよね。しかし、これをバラバラにこなす、1個しか持ってない時にこなすと、3匹進化させて、その後に入手した時にまた3匹、合計6匹、つまりその、進化に必要な飴が余計に多い状態になってしまうわけですよ。はい、極力効率よくね、回していった方がいいんじゃないかな、なんて思っております。はい、ストライク厳選、まあ、レイドバトルか、野生か、あとは今回のタスクかっていう感じになるんですが、今日一日ですね、やはりずっと歩いていてストライクで野生の脇マジで見なかったんで、はい、まあ、どっちかかななんて思いました。レイドか、タスクか、この両方をこなしていこうと思います。幸いストライクがね、割れてきてくれる、星3のレイドですよね。4に比べればね、普通に出現しているので、まだ狙えるのかなと。はい、まあ、とはいえですけどね、多分タスクの方がまだいいかな。通過数をくれ効率のいいストライクの巣はよって感じです。今日からね、虫タイプに対応して、巣もね、多分変わってると思うので、もしかしたらね、昨日まで、全然別のポケモンの巣だったところが、ストライクの巣に変わっているって可能性ございます。皆様ね、お住まいの地域の、大きい公園とかね、普段巣になりがちなところとか、チラッと見に行って行ってもいいかもしれません。ストライクのね、巣になっていったら、もうーみたいな感じでね、人がね、後々集まってくるかもしれませんけども。はい。そこでね、色違い厳選やってみてもいいかもしれません。はい、ということでね、皆様虫タイプのイベントを、まあ、ギラティナと並行してプレイしていきましょう。お香の効果時間、効率上がっておりますので、虫タイプの厳選いっぱいしたいという方はしっかりお香を使っていくといいと思います。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。